アンチミステリーは、競技には三大起承、講義には、推理小説上の、推理小説でありながら、推理小説であることを拒むという一ジャンルを指す。この項目では主に講義でのアンチミステリーについて、衝述する。もともと、アンチミステリーとは、斉藤信南寺と、萩谷武史高により三大起承の故障として、考案された言葉である。国士官殺人事件は、 本筋と眼竹の主客転倒、ドグラマグラは、その大胆な構成と幻想小説らしさ、虚無への供物は、文中に推理小説自身を否定する記述が含まれる、ことから、いずれも、ミステリーらしくなさを含んではいたが、当初は、推理小説でありながら、推理小説であることを拒むというジャンルを指し示す、ものではなく、三大記書に課せられた別名であった。しかし、いつ頃からか、 三大奇書を意識したものなのか否か、三大奇書に含まれる独特のエッセンスを発展させた推理小説がいくつも発表されるようになった。そして、アンチミステリーは推理小説上の一ジャンルを指す言葉になった。アンチミステリーはその性質上、メタ小説的部分を合わせ持ち、しばしば愚策やアンフェアになりかねない。アンチミステリーの代表作は、 中井秀夫著の虚無への供物であると一般的には言われる。しかし前述の通り推理小説自身を否定する記述を含んではいるが、本筋自身は普通の推理小説と何ら変わらないものであるため、アンチミステリーであることに気づかれないことも多い。これは同種のアンチミステリー作品には同じく見られる性質である。ありがとうございます。